ナイトキッズの中里だ。そっちの名前は覚えとくぞ。その名前、早速始めるとすっか。勝負は下り一本、とことん突っ走るぜ。どこまでついてこれる。本当のスタートはコーナーに入ってからだぜ。馬力なんてものは峠の下りではクソの役にも立たないんだよ。いいな、これだ。ちぎったらもったいねえだろうが。これだぜ、この感じ。全身の血が沸騰したようなこのハイテンション、これこそバトルだ。甘い。ダウンヒルを速く走るためにはエンジンの馬力はほとんど重要じゃない。重要なのは軽さとフットワークのバランスだ。追いついてきた。なんてこった。負けないぜ。この俺が運命に引き付かれちゃな。しびれまくるぜ。こんな進歩を使い果たす恐ろしいアタックは俺の走り屋人生で初めてだ。ここまでひりつくようなバトルは久しぶりだ。生きていてよかったぜ。GTR なら絶対に勝てる。もう少しだ。最大の泣き所の不審なんだが出やがった。そこまで曲がるか。こんな早いコーナリングするやつ見たことないぜ。すげえ、まだペースを上げる気か。俺と GTR がバトルで負けた。